ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。申し訳ないです、申し訳ないです。ごめんなさい、ごめんなさい。切っちゃった。切っちゃった。びっくりした。びっくりした。おかえり、おかえり。ただいま。ただいま。ただいまね。どうしたんですか？どうしたんですか？ちょっとびっくりすることあったから、あ、ってなって。許しますよ。ありがとうございます。ね、ソル君らしい。ソル君らしい。ね、びっくりしたね。俺もびっくりした。焦ったよ。最近白くなったよね。ね。最初の頃よりだいぶ白くなったと思う。でもこんなところ。わからんな。電話来たら切れるよね。そうな。今は会社？今日一段とかっこいい。あらま、素直、素直。来週球技大会なり。球技大会いいな、面白そう。指かわいい、指かわいい、指。あ、手相、手相。だから手相占いできる人。ミキ、これ俺の右手、右手のひら、左手のひら。つってるこれ。手相占いできる人。私のアイコンどう思う？あ、とても素敵だと思う。素敵な男性が映ってますね。手相から見るに元気ですね。あ、よく分かってる。長生きできますね。マジ髪に合いすぎ。それは思想怖いって。思想が出てますって。手相とか全然分からんけど、ソル君の手好きです。ありがとうございます。あ、ここちょっと稽古で吸った。よし、赤くなってる。なんか顔伸びない？こんなもん？こんなもんか。こんなもんか、こんなもんだ。あらば、歯も見せてください。あ、なんか恥ずかしい。歯見せるってなんなん？そういう癖？変わってるな。そんな伸びない。あ、伸びない。俺が伸びるだけか。私伸びない。ヘキ。ソル君、ヤッホー、ヤッホー。めっちゃ伸びるやん。家帰り途中、気をつけてください。今、オーフェンアニメ予習してる。あ、そう、舞台やるの。魔術師オーフェンっていう舞台に出るから。もう勉強してくれてる。早いな。で、物語面白いよな、普通にな、アニメ。
ぜひ7月23日から8月1日まで北千住のシアター千住ってところでやるので、ぜひ来てください。なんか画面暗い。 OK。 コミクロンはどんな役ですか？コミクロンはコミクロンの回復魔法。お、わかってる。コミクロンはなんか見た目はめっちゃなんか女の子っぽい、でも一人称とかは全然俺だし、行動も全部男だし、喋り方も男だし、でめっちゃ開発好きな男の子って感じ。大将正義みたいな、あれ幕末バトルサークルで言ったらひたすらなんかなんていうの、モノロボットとか開発して、キリランシェロとかに、その同級生主人公の男の子に挑んでいくっていう。俺一番好きかも、コミクロン。いいわ、コミクロン好き。わー、それくんだ、それくんだよ。ユキ、ユキって呼んで、ユキ、ユキ、ユキ。頭いい役か、頭いい、頭どうなんだ、いいのかな。悪くはないと思う。タイガー、大将マセヨシに似てるよね。そうだね。タイガー、待って、今何の話してますか？あのね、俺とタイガーが出る舞台の話。魔術師オーフェンってやつ。アイリちゃん行って、アイリちゃん。リン、リンって、リン。タイガ君いる、タイガ君いるよ。ソルルさん、誕生日終わって。今日誕生日なの？待って、めっちゃ忘れた。昨日の写真可愛かったよ。ありがとう。昨日、ね、でっかい、海でたでっかい竹。あったからそれ持ってたわ、持って写真撮ってもらった。そのでっかい竹なんかタイガが持ってきて、いきなり見つけたって言って、貸してって言って写真撮った。やーちゃんです。マイってやるでしょ、マイ。やーちゃん、夜ご飯食べてないの？食べてない。でも最近さ、この前ツイッターで言ったけど、コンビニ本当に行かないようにしてるし、1日500円で納めるみたいな、600円で納めるみたいなあったけど、マジでずっとやってて、もうコンビニで最近もう全然何も買ってないわ。マジで偉いと思う自分。褒めてる。ソル君大好き。かもさんもいた。ひーちゃん呼んで、ひーちゃんって呼んで、ひーちゃん、すいちゃん。さっきの、先の先のワテの名前呼んでよ。ジュアン、ジュアン、ジュアン。スズって呼んでください。スズ、スズ、スズ。コンビニ飯全然食ってないな、ちょっと恋しくなるの。うまいよなコンビニ飯って、マジで。だからついつい買いすぎちゃう。なあ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 。たた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 。タツ、お荷物届いた？届いてない、まだ受け取れてない。まだ受け取れてないんですよ。受け取りたいけど。お腹痛いんだけど、魔法で直して。いいよ。治れ。治れ。東京リベンジャーズ一緒に見に行く。行こう？テレビ見に行きたい。行こうや。
食費よりストルクン費優先。あら、ちゃんと食べてくださいね。体が資本ですから。わてにコンビニ寄るなって怒ってください。コンビニ寄ってもいいんだよ、寄りたいなら。寄って買っちゃえ、たくさん。今好きな歌、今好きな歌なんだろう。今好きな歌なんだろう。最近何聞いてんのかな、俺。あ、でも変わらないもの聞いてるわ。帰り道ふざけて歩いた、わけもなく君を怒らせた。いろんな君の顔を見たかったんだ。あの、時をかける少女っていうアニメの映画の主題歌だった。あ、主題歌じゃない、挿入歌。大きな瞳が、泣きそうな声が、今も僕の胸を締め付ける。すれ違う人の中で、君を追いかけた。変わらないもの探していた、あの日の君を忘れはしない。時を超えてく思いがある。僕は今すぐ君に会いたい。僕は今すぐ君に会いたい。うん。うわ、ソル君の歌声は甘いって。なんかさ、よくさ、なんか顔が好きですとかさ、ビジュアルが好きですって言ってもらうことあるし、めっちゃ嬉しいけど、こういうなんか歌声が好きですとかさ、ソル君の歌が好きですとか、ソル君のダンスが好きです、踊りが好きですとかさ、そういうのめっちゃ嬉しい。だからもっと言って、もっと聞いてく、もっと言ってください。一曲披露しちゃうのはもろ。マジでなんか歌うの好きすぎてずっと歌っちゃう。ソル君、部活頑張れる言葉ちょうだい。やばい、なんだろう。かーねえ、俺あんま頑張れって言わないんだよな。頑張りすぎてもって思うから。頑張りすぎず、ね、楽しみながら部活もやって。声もバランスも全部好き。ジェオーション。テン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 。スタンドモンスター頂上へ、道なき道を切り開くとき、スタンドファイダーとんがって、恋の無意の戦いの歌、道の世界へ魂レボリューション。Yeah, yeah, yeah, yeah.
青空と笑顔のピサマピサマ、最高の夏に出会うピサマ、 We gotta go、 共に過ごす奇跡、光浴びてシャニー、記憶に刻むピサマピサマ、 Oh yeah、 Oh yeah、 ピサマ。はにゃ、カラオケライブにする？カラオケライブにする？カラオケライブにしよう。じゃあ今日めっちゃなんかゆるいな、ほぼなんか気まぐれみたいな感じじゃない？顔出しながら気まぐれしてるみたいな。くんちきだ、やーい、くんちきだ。Say my name、 片っぽ。追いかけるほど遠くなるものだってわかってるよ、私は冬の真ん中、君は太陽の中、交わらない二人はただの片っぽ。不安と戦う横に僕もいるから、 We gotta be funny, funny, funny so、 自由だけが羅針盤さ、俺たちのルートこれからも。あ、アウトナーズ、アウトナーズなんだっけ。夏が始まった合図がした、傷つき疲れるけどもいいや、ピースサムワン。ムービーの前降りた、そう太陽からのプレゼントゲットだ、僕ら溶けん ready、 鼓動が like a fire、 悲しみを燃やして、 So I keep smiling your face、 一人じゃないから you know、自分は普通だと思ってた、でも何が普通、ある、花束の顔、花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声を、いつも遠くから君を見ていた、だから今は僕を見つめて、oh、伝えたいだとか臭いことばっか考えて待ってても、僕がソル君が歌ったら言葉歌詞が刺さる、めっちゃ嬉しいなそれ、なんかソルが歌ったらっていうのがいいよ、めっちゃ嬉しい、言葉が刺さるって。
トゥドゥントゥン。なんか質問ある？なんか質問して、なんか質問して。ソル君作詞してほしい。作詞しゅ、作詞してるよ今。でもね、意外と進まんもんだな。難しいわ。お話苦手マン、お話し会にチャレンジしていいですか？してして、ズームの時に歌ってくれますか？え、いいのかな、ズームの時に歌って。ズームの時 OK ならもう全然歌う。歌ってって言われたら全然歌うよ。だからみんなお話し会来てな。もうマジで来て、お話し会本当にいっぱい来て。なんでそれってそんなに可愛いの？はあ、可愛くないよ。25秒で何する？25秒でお話しする。まず最近何した、今日は何するのとか、好きな食べ物はとか、好きなことはとか、いっぱい話すことあるよ。はいさい、はいさい。ダンス、私もソル君みたいに上達したいんだけど、どうやって練習したらいいかな。わかんない、いろんな踊り踊ってみるとかじゃないかな。わかんないです。ソル君、イズミンって呼んでるし、イズミン。よし、申し込み方わからん。え、俺のツイッターからいけるよ。ツイッターでいっぱいツイートしてるから。それからネックレスみたいで、それからで、で買ってな、買っていっぱい買って、みんなここにいる166人はみんな買って、でみんなお話ししよう。私と一緒にテニスしてくれませんか？いいよ、お話し会でな。ソル君お友達になろう。お友達になる？いいよ、友達になろう。友達になりましょう。買い足すねって、ズーム買い足すね、売り切れちゃったらごめんね。え、売り切れになるまで買ってくれんの？それ嬉しいわ。お話できるの楽しみ。お話しよう。なんか今日さ、なんか今日もなんか今日とコラボする予定だったけど今日が来ないわ。わあ、なあ、今日来てや。誰か今日に連絡して、今日に連絡入れて。はいさい、はいさい。CD 予約してきたよ。わあ、嬉しい、ありがとう。どこで？ HMV とタワレコと、あと Amazon とユニバーサルミュージックストアがあるけど、どっちやねん、どっちなんやろう、どっちなんやろうってとても思います、思ってますけど。セル君のストーリーもっともっとで、もっと乗せて。期末テストボロボロだったので、でドン・マイケル・ジャクソンって言ってほしい。ドン・マイケル・ジャクソン、あ、うわ、しょうもな、ドン・マイケル・ジャクソンって嫌いじゃない。 CD5000 枚、5000枚、5万枚、絶対乗せん。CD 何枚買ってほしい。 CD もう1枚でいい、本当に1枚からいこう。 DM 見せたりする？うん、ちょくちょく見てるよ。パーって見て、あ、ありがとうって。ワテってソル君のつって、俺ワテって言う、自分のこと。最近爆笑したことは、最近爆笑したこと、
最近爆笑したことのあるかな、なんだろう、わかんねえ、わかんねえ。既読はつけてない？うん、つけてないと思う。勝ったら話せるの？うん、勝ったら話せるよ。勝ったらね、話せんの。ソル君のファンさ、男やもんな。ソル君のファンさ、男やもんな。何言ってん？今爆笑しちゃえ。できない、できない、できない。辰俊君、雷は怖い。ううん、別に。夏にしたいこと。夏にしたいことは、スイカ割り、可愛く、海行く。DM 毎日送ってもいい？送ってきて。で、今日は何やりましたみたいな。送ってきて。Amazon でも買って、あ、うん、Amazon は、Amazon で買ってくれたらメガジャケがもらえる。なんか本当に、こんぐらいの。26センチ正方形だっけな。ぐらいの大きいメガジャケがもらえる。メガジャケも買ってみんな、メガジャケ。で、メガジャケ、家に飾ってな、みんな。Amazon で、1枚買ったら、もし宮里とソルのを買うとします。そしたら宮里とソルのメガジャケがもらえる。ついてくるから Amazon でメガジャケ、 Amazon で買ってそれを飾ってください。通常版買ったらあれだよ、みんなの集合写真みたいなジャケシャがもらえる。メガジャケがもらえる。メガジャケ？メガジャケ。それ5秒だけ付き合って。いいよ、5秒だけな。 ルダハートって何？分からん。ちょっと5秒だけ付き合ってるから、ちょっと付き合ってない人にはできない。ごめんごめん。あ、はい、分かれました。はい、分かれました。俺も別れた。別れちゃった。何枚でも買うわ。100万枚。Amazon で CD、 Amazon の CD 買ってきます。マジでありがとう、嬉しい。 With Life 15秒、25秒付き合ってよ。いいよ、そのね、25秒は本当にジュアンだけの25秒だから。25秒。別れました、わくさ。あっさりしたお別れで笑う。次私と付き合って。あれお話し合いの時に付き合う。元から宮里達俊っていうパワーワード、杉ゴル。お話し会の時に婚姻届出しましょう。お話し会の時ならいいよ。ソル君、エペックスとかいますか？やらない。で、最近なんか友達からあれをなんだっけ、スイッチ借りて、で、マリオカートしてる。よし、私も宮里達俊の元カノでよろしいですか？ああ、そうなんだか。やば。うん、いいよ。いいよ、いいよ。元カノ。私のあだ名25秒で考えてくれる？頑固ちゃん。みんな25秒使える。そうだよ。どこだ？ウィズライブやったら25秒みんな付き合う。ハッピーバースデートゥーユー、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 ハッピーバースデートゥーユー。
バンコちゃんじゃなくてモッピーやんだけどな。モッピーって何？元カノ大量発生しんどい。それ元カノいっぱいになるじゃん。の。来世はそういうの友達に。な、友達やい。私に刺され待ちか？ごめん、気づかなくって。どういうこと？え、怖い怖い。刺され待ちて。付き合うならトトロのメイとサツキどっちがいい？トトロ。もう譲らよ、もう来週のやばいな。早っ、時間経つの早いな。嫉妬したのでやります。嘘です。ああ、やめなよ。CD 買い出すためにバイトのシフト多めに入れてもらったね。俺のためにバイト頑張ってくれてんの？嬉しいわ。頑張りすぎんだな、マジで。ドラえもん開けるから20秒付き合わん？うん、あれの時に付き合う。あの、お話し会の時に。だから、お話し会に参加していっぱい。そしたら何秒？何秒？何秒付き合える？やべやべ。の、画面暗くなった。なんで？はい。シュートトロ、シュートトロ、オードトロ、オードトロでしょ。タツトシ好きすぎる症候群。どうぞかかっててください。その症候群しっかりかかっててくださいね。ずっとかかっててください。一生一生かかっててください。最近休みなくて頭痛い。休め休め、ちゃんと休め。いつか一緒に踊りたいです。踊ろう。ピロピロスタグラム18。踊ろうよ。のび太とスネ夫とジャイアンならどなら誰が誰が好き？スネ吉。スネ夫のお兄ちゃん。毎日ストーリー載せてる。ありがとう、本当に嬉しい。マジで嬉しい。ありがとう。ソロ君も休めてる？うん、休めてるよ。めっちゃ休めてる。適度にサボってね。いつもサボってるもん。俺いつもサボってるから。俺頑張らんからピヒヒってなってる。明日一緒に学校行こうや。行こうや。かわいいね。ソル君、染めたい髪色とかある？もうね、まあ何がいいかな。茶色とか、まあ、黒でいいかなって思うけどね。ヤッホー、ソルピ、ヤッホー。ヤホだお、ヤホだお。なんでそんなにかっこいいの？言うてじゃない。言うて、言うてそんなことないと思う。言うて、本当に。前髪目にかかってるの、すっごいかっこいいって、すっごいの。テスト終わったら何してくれる？採点してあげるよ。俺が採点したろ。で、全部丸にして100点にしてあげる。書いてないところも丸つける。サル君指ハートして。指ハート。
お腹すいた。焼肉食べたい。ソル君、鎖骨がやばい、かっこいい。鎖骨。ででで。クセ強。ソル君が学校の先生よかった。マジで学校の先生やったらマジで適当だと思う。好かれる自信あるわ。焼肉おごるよ。焼肉おごって。焼肉食べたい。じゃあ近くの焼肉屋さん集合で。許可。許可。もう HH 警察の俺に本当に対する俺に逮捕される本当。おごる任せろ。あん行こう。ジョジョ園行こう。いいよジョジョ園じゃなくて。ジョジョ園高いもん。安いところでいいよ。美味しいし。ソルは何か資格とか持ってる？何も持ってないよ。何も持ってないって言っとく。読むだけ読んで放置するのやめてくれるよ。やめてくれよ。恥ずかしいだろ。申し訳ねえです。タスト氏こんばんは。ヤッホーこんばんは。好きなお菓子教えてほしい。好きなお菓子なんだろう。チュッパチャップス、わさびのり、グミ。鎖骨、家賃いくらですか？住めると思ってんの？ここに住めると思ってるんですか？あなた、頭は大丈夫ですか？耳鼻科行ってください。英語話せる？レロベ、体できるじゃんね。できるよ。なんで耳鼻科なん？なんでやろう。すいません。いつから爆注できるの？なんせ40、50ぐらいじゃないかな。うん。あやなって呼んでください。あやな。JO1 応援してる。当たり前やん、そんなん当たり前やん。当たり前のこと聞くやん。今行きたいところは、めちゃくちゃ広い海とめちゃくちゃ高い山。好きだった人がソル君に似てる。ああ、つら。え？何それ。あ、ソロお疲れーって。お疲れー。ソロお疲れ様ーって。寮の方行ってる。お疲れー。お疲れぽーん。草地くんやん。ソロくん大好きなんですけど、どうすればいいですか。どうしたらいいって。どうしたいの？
ソル君の沼にはまって抜け出せない。抜け出せないで。絶対に抜け出すの。ソル君、さっきの指ハートを両野に見せてあげてくれ。指ハート。指ハート4。塾でソル君にのイケメン年下見た。やっぱ俺似てる人いっぱいいるんだよな。なんかいろんなのに似てるって言われる。動物もだし人もだし。いろんなものに似てるって言われる。コロナが収束したら行ってみたい都道府県は沖縄。一旦沖縄行きたいな。ソル、両耳開いてる？両耳開いてるよ。11で。11で開いてる。なんか新しいハートないかな？なんか。これじゃなくて、なんか。なんかないかな？なんかないかな？新しい。ピアスじゃない。ハート。ソル君はソル君だよ。そりゃそうよ。ソル君はソル君だよ。でも似てる人いっぱいいるよ、俺。いろんなもん似てるよ。知り合いがソル君の同級生らしくて応援してるって言ってました。誰？誰でっか。領域展開、領域展開。ショートインポーズ。いやいやい。はーちゃん大好き、何のインラーって。軟骨開けたいけど、ひよってるから、それも開けよう。いや、開けない。こっちはいいわ。十分。いちいちで開いたら十分。ソル君よりかっこいいって見たことないよ。そんなことないでしょ。エンジンみんなでオンラインゲームとかしないの？しない。ボンボンボン。今までスポーツしてましたか？うん、いろんなのしてたよ。サーフィン、空手だったり、なんか部活じゃないけど野球とかサッカーとかハンドボールとかテニスとか柔道、相撲、水泳、いっぱいやってる。足の裏から刺されました。おめでとう。素晴らしいじゃない。ラッキーよ。それはポジティブに捉えていこう。左指でほっぺ刺して右目って違うの知ってる？もう俺こういうの騙されないのよな。やったらなんか、あー騙された、かわいいってやつでしょ。俺騙されない、俺騙されない、絶対騙されない。俺はもうできる限り愛嬌というものを避けて生きていってやるってか、思ってるから。何の柔軟剤使っていますか？なんだろう今。フレアフレグランスのなんかとか、多分分からねえ。エンジンのグループラインでどんな感じ？なんだろう。なんか最近で言ったら、俺がなんかカブトムシとクワガタの戦いの動画を、あ、でもそれグループに送ってないか。バッサーとか今日に送ったわ。カブトムシとクワガタが戦ってて、カブトムシが思いっきりクワガタをバーンって投げるっていう動画を送りつけた。
香水使ってる使ってない、柔軟剤一本でやらせてもらってます。一日の中で一番好きな時間は音楽聴いてる時とか。そう、私アイス食べてんだけど、食べていいかな。食べて、呼んでください。読みました。きょうちゃん好きそう。スルティン眠いよ、助けて。ねえよ、ねえ。今ハマっているものは、ハマってるもの、イカ、イカ食ってる。会いたい、会いたい、会えるよ、お話し会で。お話し会で会えるよ。おすすめの漫画も絶対あるでしょ、東京リベンジャーズでしょ。それを本当に食べるで、太ったら責任取ってな。うん、取らん、絶対取らん、俺は取らんぞ。セル君何の香水使ってるよ。俺香水使わないのよ。セルの歌を生で聴いてみたい。え、さっき歌ったよ。で、最後何か歌って終わろうかな。何歌ってほしい？何歌ってほしいですか？一歩間違えたら大学留年のなんとか。あ、レイさんだ。悪ノリレイ。レイさん。レイさんヤッホー。レイさんヤッホーヤッホー。嘘でもドルチェ&ガッパーナだってよ。366日、あ、366日さ。それでもいい、それでもいいと思える恋だった。戻れないとしてても繋がっていたくて、初めてこんな気持ちになった。たまにしか会うことできなくなって、口約束は当たり前、それでもいいから。叶いもしないこのお願い、あなたがまた私を好きになる、そんな儚い私の願い、今日もあなたに会いたい。ドゥダンダンダン。怖いくらい仕草やすべてをおかしいでしょ、そう言って笑ってよ。別れているのにあなたのことばかり、あなたのことばかり。以上、ソルでした。じゃあ、みんなお話し会参加してね。
って最後に言うけど。じゃあ皆様またレイさん、さっきまたコメント来て、レイさんコメント来てた。もう 歌に集中すぎて、あ、そっち行ったらタイミングで見せたそうね。ぜひ飯行きましょう。じゃあみんなありがとうね。